始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タラバ工場のアンドゥです。今回もリトルナイトメア2、前回の続きからやっていきたいと思うんですけど、前回A でライト使う、前回何があったっけ。俺全然覚えてないんですよね。どんぐらい経った、3日4日ぐらい、まあ、いつものペースぐらいで、まあ、投稿してると思うんですけど、あれこんなとこ切ってったっけ。あ、そうだ、思い出したわ。あれだ、学校編が終わってなんか病院編みたいなところに来たんですよね、確か。で、そこからなんか、そうだ、変な排水管を下ってってここに抜けたところで霧がいいから終わりますみたいなことを言いましたよね、前回。確か絶対そうだ。なんかない、これライトの扱いむずいな。あ、この右のこれでライトを動かすのか。なるほどね。え、またここなんかありそうじゃね。え、こっちではないな、さすがに。さすがに左、さ、左じゃねえや、さすがに右に進み続け。いやー違うっぽいな。もう確定演出じゃないこれ。何出てくる。そういえばさ、あんな檻の中にいたよね、車椅子に座ってる人が。怖っ。今回の敵絶対そいつなんだよ。自販機だと、なんだ自販機だと、スイッチ、あ、わかった。多分だけどこれ一回閉まって、これを、はい、で、あ、来た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 、ジュースを買ってやって、で、こいつをここだよな、ここに向かって投げると。はい、ナイスコントロール。もうこれはワンツ、なんだビジョン、なんだまた未来が見える。やばい、これあれだ、過去もあった、こんな時が。あの、なんだっけ、テレビの中に吸い込まれるやつ。やばいやばいやばい、急がないと、急がないとまずい、急がないとまずい。でももうこれ以上の速度を出せない。頑張れ、お前ならいける、絶対にいける。え、これまた中に入るのか、また何か未来を見るのか。未来だったのかな、あれは。なんか変な世界、お、来た。また確かこれ合わせるんだよね、なんかアンテナみたいなの。かっこいいんだよな、この姿。あ、来た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 、いけそういけそういけそう、いける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 、あともうちょっと、いけるいけると思うんですよ。いける、来た、また入った。前回と一緒だ、何も変わらない。ここ俺操作するんだっけ。あ、するわ、操作するっぽい。走れるのかな。いや、走りはしないわ。あ、出た、この月の重力ね。なるほど。あ、また出てくるよ、これ多分。赤身じゃねえや、シックスに起こされますよ。帰ってきたわ、また。これ何なんだろうね。え、何、シックスがめっちゃ俺のこと怖がってんだけど、そってお前また俺を裏切るん。でもなんでシックス一人だったんだろう、あのワンでね、今思えば。あ、なんだ、急に俯瞰になるやん。あ、俯瞰っていうのは上から見た映像ってことですね。なんだ、階段だよな、シンプルに。え、この、あ、これあれか、あのスイッチみたいなやつっていうか、あったよね、あれをなんかはめる、2つはめろってことか。でもそんなのなさそうじゃない。あ、ここにも、これはいっぱい必要だぜ。ってことはこっちっぽいですね。なんだ、エレベーターもあるし、こっちにも行けんな。なんかいんのか、レントゲンだ。あ、クマのぬいぐるみの中に鍵があるってことか。なるほどね、これは何かのヒントだ。え、これなんだ、やるべきなのか。いや、あ、できそう。え、お前行くの。え、ちょっと待って、ちょっと待って、今 何の意味があった。今俺も入ったらなんか見えるの。おい、遊んでんじゃねえんだよ俺たちは。俺たちはな、聖書が、あ、そうそう、このクマの中に鍵があるってあったな。でもこのクマどうすんの。え、何それで、どれかできんのお前。え、どうすればこのクマをズタズタにできる。分かったかも、このクマを持って乗るのかな。あ、そうっぽいな、このクマを持って。お、びっくりした、なんか今影みたいなやつが襲ってきたのかと思った。
オッケーオッケーオッケー。でこれで鍵だけ取り出す何かがあると思うんですよね。なんだこれ、レバー。おーおー、投げたぞ。え、てかこのクマ黒くね、なんかちょっと、え、なんだこいつも焼きたいのかお前。あ、ちょっと待ってね。そしたらここに入れて、で多分だけどこれでこのレバーを落とすのかな。そうするとなんか火か何かが、え、そんなグレーことすんの。俺のクマ、え、俺のクマコッパみじんになった、もしかして。え、大丈夫か、そんなすぐ入って。あれ、オーケー、みんな多分このぬいぐるみだ。理由はちょっと聞いてください、この音。ほら金属の音するの分かるから、みんな。おお、あいつこのウサギからね金属の音がするんですよ、投げると。あれ、ちょっと聞こえなくなっちゃった。っていうかうるせえ、なんだなんだ、ダチョウの鳴き声がなんかグロいことして、あ、違う違う違う、そうじゃないって。オッケーオッケー、行こう。多分こいつであると思う。これでもう鍵がなかったらお手上げですよ。じゃあなダチョウ、お前に恨みはねえが俺たちが生き残るためだ。すまねえ。オッケー、あった、これだ。こいつを取ってあれですよね、あそこに戻ると。どうしよう、これさっきのダチョウが怨念となってやってきたら、なんか怖くね。どうする、マジさっきのダチョウが敵として襲ってきたら。いや、ありそうじゃない。だってまだこの医療編になってから敵一匹もいませんもんね。いや、なんかシンプルに怖いわ。オッケー、鍵を差し込んで、さあ行こうか、第2ステージと行こうぜ。まあ、なんだ、黒ライト。オッケー、足ばっか、オペか、手術室なんだっけ、そんな早口言葉あったよね。なんとか手術中すいませんでした。開けられるのかこれ。開けられなさそう。しかも協力プレイって感じでもないな。ってことはこの奥か。怖っ、これ急に落ちてきたりしないよね。ほら見て、え、何お前、おい、また吸収してる。これ前回もいたな、前回っていうか一番最初。見てほら、ダチョウの怨念あるもんここに。なんだこれ、飛び乗るってことか。どうすんだろうな、これを引っ張るのかな。違うっぽいな、こっちか、まさかここか。一緒に押そうぜ。あー、そっち、なるほど、協力プレイか。サンキュー、オッケー、ありがとう、任せろ、お前の命は俺が救ってくるからな。さあなんだ、え、また手術だ。っていうか首ねえわ、そんな手術あるか。なんだな、あ、多分こいつをどかすんだろうな。こいつをまず、うわあ、手動いてる、手動いてる、怖すぎ今の、え、怖っ。あー、ちょっと待って、ガチ心臓がある、ガチ心臓がある、ガチ心、ガチ心。何これ、どうすればいいの、これ動かせ、動かせないよな。え、あ、ここか、なるほどね。なんだ、あー、ど、いや、危ない、あー、なにこいつ、ぶれつい、あいつをかわしてあそこから突破する、来いや。はい、第一段階突破。そして、アデュー、いけねんかい。多分だけど、まずこいつを引きつける。はい、第一をかわす。そしてこの上に乗る、急げ。オッケー、お前はもう俺には追いつけねえよな。ここはお互いのことを思って一回和解しないか。ふっ、やれるもんならやってみな。じゃあな、お前の腕はここまで上がってくることはできねえよな。大丈夫、さすがにもうか、さすがにもうか、よかったよかった、怖かった。なんだここ、無限ループだな。
やべ、絶対来る絶対来る絶対来る、あの腕来る、間違いねえ、腕が来る、急ごう、とりあえずもう走ろう、もう何より構ってらんないから、危ない危ない危ない、うわぁ、ちょっと待って、次はどこ行くの、次はどこ行くの、次はどこ行くの、あーもう今日はこれで終わりたいと思います。もうちょっとこれ以上やるととんでもない長さになっちゃうと思うんで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回のリトルナイトメア2でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。